東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか元サッカー日本代表で解説者の前園正孝氏が11日都内で行われたフジテレビ系「日本を釣りたい」「一度は食べたい」 幻の魚28日放送あと4時05分から制作発表会に出席現在バラエティ番組などで過去の失敗酒ネタをいじられ注目を集めている前園氏は自分が全くイメージしてないところで声をかけてもらうことが多くなったのは嬉しいと再ブレイクを喜んだ2013年10月酒によって タクシー運転手相手にあのトラブルを起こした前園氏。最近、番組などで、酒ネタで、いじられることに、報道陣から、いじりはおいしいと思ってると問いかけられると、おいしいとは思ってない。ときっぱり、お酒との関係についても、いつまで断酒をするのか、ゴールが見えてないと、真面目に回答し、笑いを誘った。どう番組で前園氏は、 お笑い芸人純一ダビッドソンと共に幻の魚を釣る企画に参加ロケでは台風の影響による激しい船揺れに耐えられずリバースしてしまう一幕もあったようだがここでもお酒は飲んでいませんからとしっかり強調し笑わせた引用 http コロンスラッシュスラッシュヘッドラインズ .co.jphl A20150611 の00000310オリク ENT ネット上の声「ここ最近の前園さんはむちゃくちゃ面白い」「特にサッカーを前面に出しているわけでもないしタレントとして仕事をしていいやらいいんじゃない?」「しかしわからんもんだね」「かっこ笑い」 売れない美形のタレントとか、星の数ほどいるのにトラブルを起こした前園君が、バラエティで売れるって、かっこ、笑い。酒は止めたほうがいい。現役時代から含めて、波の激しい人生ですね。いろいろあっても再ブレイクできるのは、やっぱり芸能界で食べていける実力があるってこと。あれだけのトラブルがあったにもかかわらず、テレビに出ていて不快ではない。 話も上手だし何より事件後の反省している態度が潔かった事件を起こした人が活躍できる芸能界には疑問もあるが彼には頑張ってほしいと思える